そう、あの例えばですよ、彼らさんの方が可愛いって、うん、それを彼らさんに言うのは分かるんですけど、それを米沢に言ってお前はどうしたいのって思いません？人間関係でもう円滑なコミュニケーションを図る上でね、私に言うことによって何の得にもならないじゃないですか。あら、何しに来たの？お疲れ。どうしたの？お疲れ様です。どうしたの？お疲れ様です。ちょっと今これ荒れてるからあんたのとこに持ってって。何したんですか？ヨネで怒ってるか、ヨネね怒らしちゃったから。なんで？コメントが嘘。ほんと皆さんに来たよって挨拶しといて。はい。暑い。なんだこの天気。はいはいはい、見て眉毛やってもらったの。入りじゃない？入りもうちょっと、入りもうちょっとさしたら多分いい感じになると思うよ。了解です。書かなくていい、あんたの眉毛って言われた。入りが下がりすぎてると思う。そう、ほんと。なんだよ、天使が帰ってきたって。うるせえな。よいしょ。さっきまで褒めてたじゃん、うちらのこと。お客さん、はい。お誕生日じゃなくてあれ。おお、ありがとう。じゃあ私には、ただ開けるわ。あの、生まれたら産むわ。生まれたら待ってな、産むわ。私が産むわ。産むわ。面白かったよ。ヨネね、ヨネね、これ見て。あとちょっと URL 送るね。帰ってきたけど、半分。講習受けてない分、仮面一歩手前で。もうこれはいい。私も一回落ちた段階でだいぶ心くじけて。パスポート取りに行きな、パスポート。そうっすよ、うん。身分証明するためにパスポート取りに行きな。その帰ってきた15万で行けるから。いける。お疲れ様です。そう、出産。そう、それだ。出産祝い。そう、免許ね、ちょっとね、断念しました。断念しました。ママとの口論の末。